どうもタブヤンです。天地を喰らう続きやっていきたいと思います。劉備軍レベル9になりました。前回官兵を陣容に加えてね、ますます強くなりました。しかしもうビビりまくってますね。董卓軍の呂布という名前にね。さあ、黄金の鍵っていうアイテムを前回ねダンジョンで取ったんですよね。何に使うか分かりませんが、西に呂布がいるらしいんでね、まともに戦うとやばいと思うんだけど、速攻撃。もうこの山賊どもたちにはね負けないでしょう。兵糧も購入したんでね、たっぷりあります。2800。さあ、いかにして呂布と戦わずに泳げるんでしょうか。私の名は呂布、海遊のようにはいかぬぞ。戦うの？勝てるわけないじゃん。呂布、あ、リジュもいる。このゲームでは勝てるのか、それとも負けるのか。これお城扱いなんだろうな。計略しっかり使っていこうか。どうしよう。あ、その前に武将見ましょうね。呂布、あ、武力255か。それならいけそうだな。これ策略ないし、まあ関羽と張飛がいると思えばね、恐るるに足らずか。リジュの知力がすげえ。やばいなこれ。先にリジュですね、倒すの。回復も しそうだし。ということで、どうしよう。城内の刑かな、呂布。あ、劉邦。あんまり賢い武将がいないんだよね。戦う。リジュに総攻撃だ。策略しようかな。豪華の刑。でもリジュ知力高いから効かないんじゃない。通常攻撃でいこう。いけ呂布の攻撃。55人。でもなんとか耐えれるレベルだね。いける。城内の刑成功。豪華の刑失敗。おし、劉備軍ペースですよこれ。いけいけいけ。リジュを総攻撃だ。兵士の攻撃は大したことない。いける。もう一回やる。城内の刑、いや赤心の刑のために取っておくか。よし、いけ。全員攻撃。リジュ狙い。呂布の攻撃がきついけど、赤心の刑で回復すれば全然いけるレベルですよ。うわー、豪華の刑きた。関羽が危ない。どうしよう。劉邦と関平がやろうかな。赤心の刑。策略赤心。策略赤心。リージュ倒してしまいたい。関平は兵が多いからね。関平攻撃してくれると助かる。リジュの通常攻撃は全然相手にならんでしょ。いける。こんなに呂布倒せるの。史実が変わってしまうよどうしよう。全員攻撃か。リジュ、よし、いける。リジュさえ倒せばもう呂布なんだけだったらね怖くないんじゃない。リージュを討ち取ったり、イエーイ。オッケー、兵士を先に倒しちゃって、よし。呂布の弱点はね、知力が低いことだから、豪華の刑いこうか。豪華の刑、関羽もいっちゃい豪華の刑。
王妃官兵妖金は先に兵士倒すか。いけ、豪華の刑聞くか。成功きたー、103人。思惑通りに進んでいる。両夫恐るるに足らずですね、このゲーム。オーラ来たー。艦を知力高いからね。もう一発いけ。もう策略ポイント全部豪華の系だ。そして兵士を倒せばもう総攻撃いけるよ。勝ったな。めん、なんか嬉しい。豪華の系で関羽がとどめを刺すか。やりました。関羽張飛、このままでは済まさんぞ。あ、両夫退却したか。両夫に、いや経験値もっと欲しいぐらいだよね。両夫なんで、これ敵かな。ここはコロカン、帝剣の要塞です。お、情報収集しようか。誰だこの人。わしは王院というものじゃ。わしの屋敷をよく探しなされ。きっと七星塔が見つかるはずじゃ。え、七星塔、なんか強そうな武器じゃん。間違った。え、こっちかな。そんなまどろっこしいことせずに渡してくれたらいいのにね。ええ、嘘でしょ。わしの屋敷、わしの屋敷ってここのことじゃないの。え、どこだわしの屋敷って。当宅に猛将呂布がついている以上、劉邦将軍に勝ち目はございません。当宅とのコンビで最強になるっていうこと。劉邦は金で当宅についているだけです。彼の探している七星塔を渡せば。ああ、そういうこと。七星塔、そういうアイテムなのか、このゲームではね。なるほど、女じゃないんだね。誰、朝鮮だったっけ。朝鮮、朝鮮が命がけでね、呂布と董卓を仲たがいしたんだけど、そこはファミコン版マイルドになってるんですね。あれ、七星塔見つからないんだけど。どこだ、ここか。屋敷、屋敷っぽいね、ここ。こんにちは、私は官軍の兵を預かる。あ、そうそう、マジか。そうそう、猛徳、こんなところに一人で。董卓は取り逃がしたものの、コロカンを落とすことができました。これも貴殿のおかげ。この通り感謝いたします。総大将袁紹と食糧長官袁術はすでに洛陽へ向かわれました。私もすぐに洛陽に向かわねばなりません。袁術ミスったん、孫策に兵糧を渡さなかったんじゃないの、送らなかったんじゃないの。袁術信用できないよな。貴殿も兵を立て直し、あ、洛陽に向かってくれと。わあ、すごいとこ通ってきたよ。七星塔落ちてんの、ここに。絶対落ちてるよね。あれ、あ、5つもある、これ5分の1で。ここ外れ。じゃあこの一番奥、外れここか、外れ。5分の4、外れ。5分の5、嘘でしょ。この広いとこ、土地から調べろっていうの。七星塔めんどくさ、どうしよう。本当にここか。この砦から西に向かうと都洛陽がございます。西に向かえばいいんだね。
過去というものです。火薬を触らせると戦輪に来。え、過去。はい、火薬を触らせると千人力。カッコさん、武将の扱いなのかな。聞いたことないけど、カッコ若いの関鳥羽の話を聞きに来られたのかな。はい、関鳥羽とは一日に千里を走る名馬のことじゃ。どんな馬でも追いつくことはできんのじゃ。はあ、関鳥羽、あれかな、呂布が乗ってるのかな、ここかな。斧を見つけた。七星剣じゃないの。絶対どっか落ちてるはずだよね。わ、違うのか。どこだ七星剣。私の屋敷ってどこのことなんだろうな。違う場所にってことかな。こう宿屋がないんだよね、こういうキャンプのとこ。一回退却するか。その屋敷ってどこのことなんだろうな。七星剣こんな地面に落としておく。ちょっと後回しにしよう。一旦退却しよう。さあ一旦戻ってきました。ビジクのね、能力がこの能力で知力157。さっきね仲間にした過去の方がいいよね。顔似てるけど。ビジクの方が有名だと思うけどね。ということで過去に交代しましょう。これ外すで、ビジクで、で加えるかな、加えるで過去。さあコロカン戻ってきました。もしかしたら西にが洛陽なんで、東に屋敷があるんじゃないの。あ、ジョエが出てきた。そう、攻撃。ジョエヒットラエロ。でも妖金の方が強いんじゃないかな、なんとなく。ジョエ、あ、捕らえられなかったね。さあどうだこれ。あれ繋がってんのか、これ広いな、なんか山岳地帯を行ってる感じですね。だから山賊なんだね。あー、これは洛陽っぽいね。私の屋敷どこなんだ。あ、洛陽っぽい。ここは違うな。西に行けば行き止まりだったのか。一本道だね。じゃあやっぱり調べまくって探すしかないのかな。黄金の鍵は一体どこで使うんだろう。どこでなんか黄金の鍵使うとか。でもそれだと扉あると思うんだよね。ここかな、こことかで使うとか。黄金の鍵違うか。もう一回話聞いてみようか、このおじいに。おじい？多いね。わし
の屋敷っていうのはここのことなのかな。ということでこの部屋全部調べたいと思います。端っこからね。なーい王院の屋敷って言ってるからここ陣営ですからね。徐州にあるのかな。ということで王院の屋敷探し戻りたいと思います。うわー、七聖剣落ちてないぞー。どうなってるんだ。この部屋全部ね調べました。徐州に戻ってきております。あとね怪しいのがねこの家なんだよね。でここも全部調べました。ありませんでした。あとはもうあのお店とかそんなんばっかりなんでないんだよね。王院が兵糧屋だったりしたら怒りますよ店ばっかりなんでね。あとはこれ劉備がいるとこだ、お城なんでここにはもうありませんね。だんだん南下して全国くまなく空き家探したいと思います。おっと、なんだこれ。各助衛理事長裁、そうそうたるメンバーがその辺の道端でいましたよ。各といえばもう東卓軍の軍師じゃないか。あと東卓がね、東卓亡き後も各活躍してたけどな。助衛リジュ、あ、知力200。核もリジュもうちの軍師より上だな。総攻撃できるか。行ってみよう。厳しいか、総攻撃では。でも攻撃力がないからね、敵の。あ、かっけ、なんかやられたぞ、妖金。やばいな。一旦戻れ策略、赤心の刑、赤心の刑、全員赤心の刑だ。赤心の刑、回復ターンだ。通常攻撃は大丈夫。みんな回復回復。ほら攻撃力はね全然大したことないから。ああ、妖金のくせに調査は武力あるのか。耐えろ耐えろ。よし、さあもう一度総攻撃。七星の剣はなさそうですねもうなんか七星剣なしでも楽よ。攻めてみましょうかね。まずはこいつら倒してね、誰か捕らえたいよね。捕らえさえすれば、まあ、赤心の刑までやってるな。助衛討ち取ったり、捕らえたりか、核捕らえたり、調査捕らえたり。さあ誰か捕らえれるでしょう。これどうだ。ああ、その前にレベルが上がりました。いいね、いいタイミングで。陳頭過去は水星の刑を覚えた。策略ポイント、おお、リージュ捕らえました。仲間に入れましょう。過去の知力が275でしょ。リージュの方が上なんじゃない。でもなんかリージュ裏切りそうだから嫌いだけどな。チンと知力100、過去の方が上なんだよね。でもね、戦国の世の中そうは言ってられないから、リージュを迎え入れに行きましょうかね。はい、ということで劉備軍
レベル10になりました。一旦ここで区切りたいと思います。七星の剣は見つからないので次回落葉に攻めたいと思います。それではまた、さよなら。